コズの趣味部屋へようこそ。くじを引いたその日の午前中ですね、バイクのところに行きましたら、なんかミラーにね、貼られてたものがありましてね、バイク業界ナンバーワン買い取りということでね、こういう感じでね、お客様の大切なバイクを8万円でお譲りいただけませんでしょうか、ということでね、勝手に査定されてたっていうねしかも8万円どないよね。今回はね、前回の続きっていう形になりますね。はい、フィギュアショーをもらいましたんでね、そちら3点、そちらをね、開封していきたいと思います。じゃあね、まず1点目からいきましょう。一応下のショーからっていう風になると、こちらになりますね。はい、いいショースーパーサイヤ人ロゼ悟空ブラックフィギュアということでね、こちら、はい、を、開封してね、ご紹介していきたいと思います。はい、では早速ね、中身、どんな感じになっているかね、まず箱から出してみましょう。はい、まずね、箱を、こういう風に開封しましたら、中身はこういう感じですね、特に仕切りもなく、で入っていたのが、こういう感じで入ってましたね。はい、台座付きで、こういう感じで入ってます。今ね、私これ手袋してますけど、なんで手袋してるのかって言ったらね、私ね、手汗がものすごいかく人間なんですよ。もうまあ滴り落ちるぐらいの汗じゃないんですけど、もうピッカピカ光るぐらい手汗がすごいんでね、フィギュアが汚れちゃうんで、手袋します。特に今のね、こういう冬で暖房つけてる時期とかすんごいんですよ、ほんと手汗がね。はい、ということでね、まあそんなことはどうでもいいと。はい、ということでとりあえずね、じゃあ開封して実物を見ていきましょう。はい、はい、ということでね、開封させていただきました。じゃあ、実物見てみましょう。はい、こちらですね。はい、いや、かなり結構ね、顔はちょっとつるめですね。まあ、かなり怒ったような感じのロゼ。はい、でもこのね、服のこう羽ばたき具合とかね、結構いいですね。はい、こういう感じですね。はい、っていう感じですかね。いや、まあ本当ね、まあネットとかの評判だとね、この一番くじはロゼが一番当たりだっていう人が多いんですよね。造形的にも作り的にも、まあ自分はまだ開けてないんで分かりませんが、確かにね、こう見るとすごくかっこいいんですよね。うん、やっぱグランジスタと比べるとポーズが違いますし、まず服の色も全然違いますね。まあ実際にちょっと比べてみましょう。一応ね、こちらが、グランジスタのロゼになります。服の色がね、一目瞭然で違いますね。うん、まあ、こうやって並べるとね、グランジスタのロゼがめちゃくちゃかっこいいっていうのは分かりますけどね。まあ、ちょっと分かりづらいですけれどもね、ちょっとピンボケしちゃうんですけどね。よいしょ、こういう感じですね。うん、まあ、自分的にやっぱグランジスタの方がまあ好きですね。顔の造形とかも含めて全体的にね、
まあでもこれはこれでね、もう全然ポーズが、違いますし、まあ塗装も違いますし、まあ多分木のオーラの色なのかな、わかんないけどね、紫がかかってますからね、まあ、そういう意味ではね、本当これはこれで本当すごくかっこいいと思いますね、はい、ということで、これがいい衣装ということですね、はい。じゃあ続いてのね、フィギュア、ご紹介したいと思います。はい、続いてご紹介するのは、こちらですね、はい、B 賞スーパーサイヤ人孫悟空フィギュアということでね、ノーマルのスーパーサイヤ人の悟空ですね、はい、こちらをね、次に、開封したいと思います。まあ結構ね、まあ写真の段階で結構造形的にもすごくいい感じだなぁとは思いますね、はい、では開けてみましょう。はい、ということでね、開封させていただきました、こちらですね、はい、いやこれはこれでねすごくいいですよ、出来は、はい、もう自分的にはね、かなり、いい出来だと思いますね、でね、いやこれはね、こういうとこすごくかっこいいですよね。いやこれはこれでね、いや B 賞結構これ当たりですよね。うん。なんだかんだこれほら、こう見るとすげえかっこいい。いやよくできてるこれ。うん。いやこれはね、ちょっと自分予想外に。いい出来ですね、はい、いやこれかっこいいな、うん、いやいいなこれ、こううわーってね気を高めてる感じ、いやこれはいい、これかっこいいな、うん、いやなんだかんだね B 賞が一番ね、まあ、人気がない、人気なくはないけど一番、安値で、買える、フィギュアになってますね、今回の一番口で。でもこれはね皆さん余裕があったら買ってね見てもいいと思いますね、これかっこいいよ思ったより、うん、よくできてるし、うん、いやこれはかっこいい、ずっしりと重いしね、はい、ということでね、じゃあ次は、はい、お待ちかね、はい、これをこれ狙いで、引いてきたっていうね、孫悟空身勝手の極意、はい、A 賞です。こちらを開封したいと思います。はい、まあ、一応ね前評判ではかなり悪いあんまり良くないっていう噂を聞くんですけれどね、実際どうなのか、見てみましょう。はい、ということでね、開封させていただきました、こちらですね、はい、はい、どうですかね、いやーまあまあなんだろうね、ネットでまあ結構言われてるような感じは受けますね。一応ね、ネットではね、ちょっと成形色むき出しっていうか、もうテッカテカ、もうなんか色がもう安っぽいっていうのが結構言われてるんですよ。なのでね、もうちょっとこうシャドウとか吹いて、まあ陰影をね、つけたりして、あとまあ艶消しを施してあればよかったと思うんですよね、うん、確かにね、もう
あらゆるところがもうちょっとテッカテカに光っちゃってるんで、まあこのね、箱の写真とかを見るとちょっと違うかなっていう感じは見受けられますけれども、私自身はね、そんなそこまで気にはしないかなっていう範囲ですね。まあ何しろ身勝手の極意の、極めのね、初めての、大型フィギュアっていうことなんでね、いやもうこれはこれで大満足だと思いますよ。これはこれすげえかっこいいと思う。まあ人によりけりなのかもしれないけどね。だからまあこの、艶があるのが嫌いだったら、トップコートのね、艶消しをパーッて拭いて、艶消しして、まああとはね、まあちょっと陰影を施しかった。たかったら、ちょっとウェザリングでね、ちょっと汚し塗装みたいなのを入れてね、自分で陰影を入れたりしてやれば、見栄えは良くなるんじゃないかなとは思いますね。まあでもこれはこれでめちゃくちゃかっこいいけどね。これなんてめっちゃかっこいいっしょ、この角度やばいね。これ銀色の銀色の悟空だ。いやこれめっちゃかっこいいよ。やでもやっぱり、いやこれは大金はたいた甲斐があったな。はたくつもりはなかったんだけどね。はい、うわかっこいいわこの角度とかね。はい、ということでね、今回、以上フィギュア、3点ね、上位賞のフィギュア開封しました。皆さんはね、まあ引かれたでしょうかね。まあ、引かずにね、これからオークションとかで買おうかなっていう方も含めてね、この動画が参考になればと思います。はい、ということでね、今回はこれにて、終わりたいと思います。この他にもね、フィギュア紹介していきたいと思いますんでね、ぜひ、チャンネル登録、あといいねをね、いいねボタンを押していただければ、まあ動画のね、録画のね、頻度を増やしていきたいと思います。はい。ということで、今回は、これにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。